マウント・バーニー国立公園はオーストラリア・クイーンズランド州にある国立公園の一つ、ブリスベンから南西へ 90km の地点に位置する。1994年にユネスコの世界遺産、オーストラリアのゴンドワナ・タウリン郡に拡大登録された。マルーン山公園はバーニー山の二つの山頂に代表され、その他固有の植物など興味深い見どころがある。 多くの山や、深い谷、洞窟、岩の池、森林を抱える、公園にはバーニー山の他にもバロー山、アーネスト山、マルーン山、名山など多くの山がある。1980年には、マウントリンジー国立公園を併合した。なお旧マウントリンジー国立公園にあるリンジー山は、一般の立ち入りが禁止されている。公園内は、野鳥が多く、 誰でも鳥の鳴き声を聞くことができる。またカモノハシなども公園内に住んでいる。公園内でのハイキングは、険しい道のりにもかかわらず非常に人気がある。キャンプは限られているが一部の許可されたエリアで許可を得ることにより可能である。ただし、カーキャンプは国立公園内ではできない。この山岳地帯の最初の登山者は、キャプテンパトリック・ローガンとアランカニンガム。 チャールズ・フレイザーで1828年のことだった。ありがとうございます。